月曜日の朝、だるさを感じてやる気が全く起こらないことはありませんか？これは土日が休みで月曜日から会社や学校が始まる人に広く見られる現象で、ブルーマンデーという言葉で世界的に認識されています。ブルーマンデーもブルーマンデー症候群と呼ばれるように立派な症状です。金曜日の夜は夜遊びをしてしまう、土日は昼過ぎまで眠っている、休日はゲーム三昧か家でゴロゴロ、週末は夜型生活になっている、この4つのどれかに当てはまる人は社会的時差ボケに陥っている可能性があります。社会的時差ボケは平日の睡眠時間が短く、それを週末の寝だめで解消している人に多く見られます。またブルーマンデー症候群に陥るのは、仕事が嫌いだとか怠け者であるとか頑張りが足りないといった性格や精神面の問題と捉えるのも間違いです。原因は週末の過ごし方にあるかもしれません。社会的時差ボケを回避し、月曜日をブルーマンデーにしないための週末の過ごし方のルールはたった2つです。休日の睡眠時間が平日より2時間以上多くなると、疲労回復どころか週末に疲れをため込んでしまいます。体内時計が乱れ、心身に不調を感じる結果となるんです。人は起床後、目に日光が入ってから約14から16時間後に眠気が訪れるというメカニズムがあります。そのため起床が遅れると、眠気が訪れるタイミングも後ろ倒しになり、夜更かしリズムができてしまうので、断ち切る必要があります。日中に日光を浴びると、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが活性化され、 QOL クオリティオブライフ、生活の質ですね、こちらも高く維持されます。その方が夜の快眠も確実に約束されるんです。心当たりのある人はこのアドバイスを取り入れて、週末に疲れをためる習慣から疲れを解消する習慣へと変えていきましょう。